はい、入れます。はい。こうやってとろみが出るクリームになる。あー、きつい。限界二日酔いです。途中もなくテキーラ飲みました。テキーラ飲みました。本当なんかいるよね。テキーラやり出す人ね。はい、ということでそんな限界な二日酔いおじさんにも作れるレシピやります。クリームパスタ。クリームパスタってまあみんな難しいと思ってるでしょ。生クリームないと作れないとかいろいろ思ったりするかもしれないですけど、これ実は牛乳でしかもワンパンで作れるんですよ。フライパン一つってことね。なんで今日はその作り方で、これさえ覚えとけば具材適当に入れればマジでうまいクリームパスタできちゃうんで、今回はワンパンでできるクリームパスタ使い出でもできます。使い上げの日ってさ、意外とクリームパスタとか食いとくなるんだよな。でもクリームパスタダマになったりとかいろいろあると思うんだけど、もう今日は絶対失敗しないクリームパスタの作り方やりますから期待してください。リュウジのバズレシピ。パスタ 1.6mm、1.4mm とかでもいいんだけど、今回はクリームに合うようにちょっと太め。あとバター、牛乳、調味料も、胡椒、コンソメあればナツメグ、小麦粉ね、あ、薄力粉、こんだけで、クリームパスタ作ります。今日はもう茶番なし。これ以上は無理です。マジで胃がきつい。まずバター、レンジで10秒加熱、少し加熱して柔らかく。ここに小さじ2杯の薄力粉、これがホワイトソースの元になるから、こいつをよくね混ぜておく。なんで練るかっていうと、薄力粉を使って後で牛乳入れるんだけど、牛乳の濃度をつけていくんだよね。牛乳だけでやるとあのパスタってシャバシャバになって全然ソースにならないから濃度をつけるんだけど、薄力粉をねそのまま入れるとねダマになっちゃうんだよね。だからこれバターと混ぜてフレンチとかでとろみ出しでこういうの作ったりするんだけど、ブルマニエって言うんだけどね、これを作っておく。これさえあればホワイトソースは超簡単に、牛乳にこれ入れただけでソースになるから。今日もじさんね、意外とフレンチとかもできるんで、これだけやっといてね、これだけ。あとはワンパン茹でるだけ。鍋に水300、だんだん二日酔いがね、回復しないくなってきちゃうんだ。まだ酔っ払ってる。逆回し、今日です。今日の状態、何パターンかあって全然シラフなんだけど、今日レシピだから虚無感を無理くり出してる回もあって、あとは、本当に二日酔いの時ね、本当に二日酔いの時は少し酒が残ってるからくだるいんだけど、少し酔っ払った感じがするの。声の大きさでわかる。声がちっちゃい時は多分そんなに好きじゃない。本当に今日撮影しようか迷った。水 300cc 入れたらまず沸かすんだけど、沸かしてる間にコンソメ、コンソメで全部味付けるから。牛乳とコンソメってめちゃめちゃ相性がいいから、コンソメさえ入れとけば大丈夫。はい、小さじ1杯。はい、じゃあ溶かして沸いてきたらパスタ投入ね。ずっとやると麺が曲がって全部入るようになるから、あと無理くり入れていけば OK。 こうやって煮ると小麦がこの煮汁に溶け出してちょうどいい濃度になるんだよね。あと水いっぱい使わなくていいし経済的で、別で火使わないからガス代も安いから洗い物も少ない、もう超エコなのに煮汁にとろみがついてめっちゃうまくなるから。パスタをツルツルのパスタにしてもママとかバリラとかそういうツルツルのパスタ、テフロンダイスって言うんだけど、表面触ってツルツルだったら OK、 そういうパスタを使ってください。マジきつい、マジきつい、マジきついよ、マジきついから酒飲みちゃう。そう、逆に俺普通の方が動けたりするんだよね。これよく質問されるんだけど、パスタ2人前の時はどうするんですかって言われるんだけど、2人前の時はもうちょっと一回り大きい鍋を使って水分量は2倍よりちょっと減らしてください。これ 300cc だから、2人前でやる時は 500cc とか 520cc とかそれぐらいの水分量でやってください。これ今茹でてんだけど、要は牛乳入れるまでの間に麺が煮えて水分が飛べばいいから、もうそれだけ。これが7分茹でのパスタなんですよ。だから6分茹でる頃に水分がなくなればいいの。だとそんだけ。6分後に水分がなくなればいいだけだから。6分経つなってなった時にシャバシャバだったら火強くしてこの水分を飛ばすんですよ。5分ぐらいの時に水分が、全くなくなっちゃったら水足せばいいから、ただそれだけなんです。 300cc とかって言ってんだけど、これはただの目安で、強火でガーッと煮るんだであればもうちょっと水は増えるし、弱火でずっとやるんであればもうちょっと減るんです。今の説明分かった？全然分かんない俺は。
人生が、まあ、平然を装ってたけど本当辛いわ。昨日何時まで？昨日3時。勝手に全部のテキーラを注文する人何なんだろうな、あれ。なんかそういう法律作れないかな。勝手に全員分のテキーラを注文する人を刑事的な罰を与える法律を作る。あんなさ、全員分用意されたらさ飲むしかないじゃん。俺が嫌なのは、そのテキーラをさ、罰ゲームみたいに飲むのをやめようよ。テキーラは美味しいお酒なんで、罰ゲームじゃないの。ねえ、聞いてる？そこのパリピたち。テキーラは罰ゲームじゃないんだよ。美味しいお酒なの。罰ゲームのように飲むじゃない。そろそろ6分かな。テキーラの話しかしてないけどね、これ。あと30秒で6分なんだけど、もう煮汁がほとんどないでしょ、これ。あと30秒で全部飛ばしたいから、今、一気に強火にする。煮汁ほとんどなくなりました。で、これで、6分ぐらい。だから、茹で上がり7分だから、茹で上がりの1分前にこの状態まで持ってくる。水分なくなりました。で、ここで、牛乳 200cc。はい、入れます。はい。で、一度沸かす。で、これだと、ま、もうシャバシャバで、ただの牛乳スープパスタみたいになってんの。で、一回沸かしてください。で、これだと、全然クリームパスタと呼べない白物。で、ここに、さっきのバターペースト。沸いてきたらバターペーストです。普通にバターと小麦粉をこのまま入れちゃうと、ダマになっちゃう。でも、バターと混ぜておくと、絶対ダマにならない。そうすると、わかる？このとろみがついてくる。これなんだよね。ヘラでやるとわかると思う。ほら、とろみが出てくる。これがクリームパスタ。あのバターペーストさえ作っておけば、ただの牛乳パスタだったのが、こうやってとろみが出るクリームになる。あとはお好みの濃度まで煮詰めればいいだけ。俺は少し絡まったのが好きだから、少し沸かす。で、こんぐらいとろみが出るまでやったら、あとはナツメグをあればでいい。1、2、3。あればでいいから。これ入れるとすげえ高級感増すから、ある人は入れて。なかったらいい。これね、虚無グラタンの時もやったから、ナツメグ余ってる人もいると思うから。なければないでいいけど、ないと割と家庭っぽい味になるけど、これが入るとめちゃくちゃうまい。ナツメグとクリームは最強。ちょっと煮詰めすぎちゃったから、少し牛乳足したわ。こういうリカバリーも大事。あー、きつい。あとは、なんかチーズクリームっぽくしたいんだったらチーズ入れてもいいし、もう何してもいい。海鮮入れてもいいし、料理はアレンジは無限大だから、それの礎となるのがこのクリームパスタ。あとはもう自分好みしちゃって、俺のチャンネル見てれば絶対にアレンジできるから。特に虚無シリーズを全部見てれば大体何でも作れるんだから。具材は何でもいい。もう決められたレール通りにね、歩まなくてもいいから。はい、虚無クリームパスタ。フォークとか巻きたくねえから、箸。やっぱとろみつけると濃厚だな。俺は結構煮詰めてドロドロにするのが好きだけど、もうちょっとサラッとしたのが好きだったら煮込みを少し減らせばいいか。ナツメグの香りがいいな。うん、うまい。二日酔いの日のパスタマジ答えんな、これ。クリーム系にはタバスコ鉄板だから。うめえ。で、チーズ足してもいいし、具材は好き好んで、ハマったハム入れてもいいし、シーフードミックスとか入れてもいい。何でも大丈夫。ギョンパスタっていうのはもう、本当に、その状態でうまいものを指してるから、何を入れたところで、具材を入れたところで、うまくなるから。キョンベシリーズっていうのは、もう自分らで、いろんな具材を入れてくれっていうもんだ。あのシリーズなんでね、好きにやっちゃってください。好きにやっちゃって。はい。あ、今キムタクのモノマネね。はい、じゃあ食べてください。いただきます。今日二人みたいな。なんかいい。おいしいおいしい。辛い。なんでお前、俺虚無じゃないんだよ。なんでお前まで虚無だって。コンタクトしないから。あれ、目があるこう並んでたら、あれっぽくない。おいでやす。ああ、あれか、おぎやはぎ。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 どっちがどっち。あ、俺がやはぎさんだ。でしょ。まあ俺がおぎでしょ。いや、どっちでもないけどな。いや、よかった、キャムクリンパーだ。よいしょ。はい、風呂入ってシャキッと仕事しよう。もう大丈夫大丈夫、視聴者は分かってくれてるから大丈夫。感想はない。いや、美味しい。感想、美味しい美味しい。感想がない。大丈夫大丈夫。感想一気しないから。感想一気。感想一気するよ。ちょ、治安悪い。もうやだ、本当に。もういじめないで、本当に。もうね、感想一気。スライムが現れる。まあ、最後カットでもいいよ。
切ります。はい。